マンマローマは、1962年公開のイタリアのドラマ映画。監督、脚本は、ピエル・パオロ・パゾリーニ。主演は、アンナ・マニャーニとエット・レガ・ロファーロ。ローマの貧困層の人々に焦点を当てた、パゾリーニ初期の傑作と言われる。劇場初公開は2004年だが、1992年に、クラウンレコードからビデオが2001年に、 パイオニア LDC から DVD がリリースされている。マンマローマは、別れて暮らしていた16歳の息子エッドレと一緒に、暮らすため売春婦家業から足を洗う。息子には、仇の人生を送ってほしいと奮闘するが、昔の紐のカルミネが現れて金をせびる。売春婦の過去を息子に知られたくないマンマローマは、再び体を売ることに。母親の、そんな思いも知らず息子は、 不良仲間とつるみ、盗みに入る。しかし逮捕され、獄中で病死する。1995年1月18日、ニューヨークタイムズ紙のジャネット・マスリンは、ロベルト・ロッセリーニや、ビットリオ・デ・シーカに代表される戦後イタリアの、ネオレアリズムの模倣であるのは明らかだが、後のパゾリーニ映画に通じる、官能性と暗い印象打破がこの映画には、渦巻いている、と評している。 ありがとうございます。